成長してきたなと思ってますね。まあサッカーも変わらないです。うまいですし。で、やっぱり、まあ前もそうでしたけど、まあ、チームのためにやってきた選手だったんで、まあキャプテンになってからまた、まあいろんな人の声を聞いたり、もっと一人一人のことを気遣ってチームを引っ張ってると思いますし、まあやっと大人になったんちゃうかなと思ってますね。そうですね、もう一番何ですか、僕のポジションが一番前に見えるポジションなので、しっかり、まあ、そういうとこですね。まあちょっと、まあ失点してしまってちょっと落ち込んだりとか、まあ、ちょっと雰囲気がちょっと下がったりとかしたら、すぐまた変えなあかんとこなので、やっぱそういうとこをちょっと意識してますね。まあやることはあんまり、そんなチームを引っ張るとか、まあ雄一郎がほとんどやってるんで、そこよりやっぱり試合とか練習のとか、そういう時にもっと声を出して、まあちょっとでも雰囲気がちょっと変わったなと思えば、もう普通にもっと大きい声でみんなを盛り上げることしか考えてないですね、ほとんど今。まあまだまだちょっと足りないけど、まあそこをちょっと意識してますね。そうですね、僕今年、いや何ていうんですか、まあ去年までというか、まあキーパーやから、もういつでも失点はまあやられるポジションなので、まあ、勝っても、まあ、自然になんか喜ぶ顔より、ちょっと気持ちを真ん中ぐらいに置いといて、まあやることをしっかり考えてたんで、けど、まあ、そこより、まあ、勝って喜ぶ時はみんなで喜んで、そこをもうみんなでワイワイになって盛り上げて、からまた次の試合もそのぐらいになれるように、やっぱり、本当なんていうの、自分の気持ちを上げないといけないと思う、そういうことを感じてたんで、やっぱり、もうそういう、もう今年入ってからそんな考えると、やっぱり喜ぶ顔っていいなって感じましたし、それでやっぱり喜ぶ顔をもっともっとどんどん増やして、自分が楽しんでるなって、笑顔をみんなに見せたいと思ってますね。次の試合が、まあ毎試合大事のは大事だと思ってますけど、この負けて、また負けちゃうと、ちょっとチームの雰囲気はもうちょっと、まあ落ちるんちゃうかなと思ってますんで、やっぱりここをしっかり乗り越えるとこを見せて、またまあこういうとこを乗り越えなかったのが、まあ去年と一昨年の結果やったんで、やっぱりその2年間やったのを繰り返さないように、しっかりこの、まあ強くなったというか、もう変わったなって、気持ちが変わったなって、とこをみんなに見せたいですよ。で、あと、まあ、また1週間をしっかり準備して、もっといつもより僕も声出してやっていきたいんで、まあそれができれば、絶対勝ってると思うんで、しっかり
次は絶対ゼロで抑えたいですね。まあ申し訳ないですけど、俺らは勝つことしか考えてないんで、はい、しっかり潰していきたいですね。いやもう1年目からすごくまあ感謝しますし、僕は何ですか、いい時も悪い時もいつも応援してくれてるんで、やっぱりまあですが、俺らがやることをしっかりやればサポーターも喜べる時間ももっともっと増えると思いますし、その後やっぱりサポーターが喜べるように僕らもしっかりやろうとしないといけないと思うんで、そこがうまくいけば、まあ、サポーターさんも本当にもっともっと増えると思うんで、まあまあ、毎試合本当に感謝しながら、その僕らが応援いただけるようにもっと頑張らなきゃいけないと思ってますね。今も本当に多くのサポーターさんがみんな来てくれてるんで、この以上に本当にもっと入って来てくれればもっと力になると思いますね。